はい、また始まりました。まあ、すき焼きですかね。どうしようかな、おうどんにしようかな。おうどん、玉ねぎを切って、これもすき焼きに入るんですよ。そうだな、半分に切って、こっちの青いのも入れようか、少し。尖ったところはちょっと入らないように。これも取っといてもしょうがないんで、全部使っちゃいますかね。はい、あ、これも切らないとね。はい、じゃあ始めますか。マニュープラス、ずいぶん使ったね。あ、そっか、最初にスコロトンだったっけ、あれや作ったからね。そうだそうだ、これです。
椎茸こんなに。すごいや。一番熱が通ってもらいたいのは椎茸なんですけど。すき焼きのタレ、ちょっと少なめ。大丈夫でしょうか。はい、じゃあオーブンなんでね、めんつゆ。どうでしょうね。おお、すごいですね。もう少し。椎茸なんでね、キノコはよーく加熱しないと。蓋が持ち上がったぞ。蓋が持ち上がるという。はい、すき焼き完成です。すぐ完成しちゃうね。なんかお鍋の底がチリチリ言ってるんですけど。
き焼きうどんなんで、すき焼き入れます。いい感じじゃないですか。わかめも入れたいけどいいや。ね。よし。卵。これで数分すれば完成ですから。ああ、卵が下の方行っちゃったね。あ、出てきた出てきた。いや、美味しいメロンの入れ方。キムミルク、お湯、ヨーグルト、はい、それじゃあね、いただきましょうか。梅干しでも。うん。塩分 3%。ミロ。スキムミルク。すき焼きうどん。いただきます。これは美味しい。
それではね、まあ、すき焼きうどんということで、とても美味しくできましたね。それでは、ご視聴ありがとうございました。